はい、ということで日本一周の旅20日目です。本日は島根の出雲大社に行きます。はい、おはようございます。日本一周の旅20日目です。本日はですね、島根の散策をしながらですね、出雲大社に向かって走っていきたいと思います。ということで早速行ってきまーす。はい、ということで20日目スタートです。結構ね、やっぱりかかりますね。てか日本って広いね。山口県が走ってるんですけど、横に長いよ。あ、山口県じゃないな、もう島根ですね。いい風景があったら撮影しながら行きたいと思います。はい、ということで間もなくですね、到着します。これね、石畳っていうのかな、なんかすごいね、景色というか絶景が見れる、あ、絶景なのかな、なんか面白いね、変わったところが見れるっていうところなんで、ちょっと行ってきたいと思います。はい、ということでですね、今島根県浜田市のね、これは県庁地っていうのかな、まあ石見畳ヶ浦というねところに向かっております。でこれね、石見畳ヶ浦っていうところがどんなところかっていうとですね、石見畳ヶ浦、これはですね、まあ国の天然記念物に指定されているところなんですけど、1600万年前の海底が地上で観測できる珍しいね、検証地となっております。まあそんなところなんでね、ちょっと行ってみたいと思います。で、さっきのね、石見畳ヶ浦なんですけど、まあさっきも言ったようにね、国の天然記念物に指定されていると。でさらにですね、これトンネルを抜けるとおよそ1600万年前の地層を見て歩くことができて、そこでは無数の貝の化石や、これタラっていうのかな、の化石などを見ることができると。で、波の浸食によってできた腰掛け状の岩、ノジュールやマグマの跡など普段は見ることのできない世界が広がっていますと。で、そしてですね、野村な未来の化石がハートの形をしていることから、3つ見つけると幸せになれると言われ、恋のパワースポットとしても人気があるというね、場所になっております。まあね、でも本当この地層とか見てもなんか面白い地層してますからね。海も綺麗です。はい、まあ、今からちょっとね向かっていきます。はい、50メートル先に入り口があります。うわー、すごい、見てこれ、不思議な岩、本当に落石危険だってこれ。ここに有料駐車場200円あってもね、困っちゃうよね。へえ、すごい、こんな感じです。わあ、すごい、見てこの地層、びっくり。じゃあ今からね入っていきたいと思います。はい、ということで石見畳ヶ浦に来ました。まあ、ここをちょっとね歩いていきたいと思います。こっちなのかな、こっちからか、落石注意だって。立ち入りの際は十分注意してください。危ない。はい、じゃあ早速行きましょう。写真撮っとこう。はい、ということでね、今中入りました。すげえ声が響く、ね。まあ、ちょっと中に行きながら、ね、スポットスポットで撮っていきたいと思います。おお、なんか見えてきました。すっごい、待って、これやばくない？え、やば、何これ、ですよ、迫力満点、海があって、ちょっとすげえこれ、
いやこれはすごいわ。ただね、ちょっとひんやりしてますね。上着着てくればよかったかも。暑いからさ、まあいいでしょう。浜田地震と岩見畳三日浦、1872年3月14日夕方、浜田を中心にマグニチュード 7.1 と推定される地震が発生し、死傷者1000人以上の大きな被害をもたらしました。この地震によって北部海岸一帯が隆起し、岩見畳ヶ浦は現在の姿となりました。へえ、そうなんだ。戦場時期と設備。戦場時期はおよそ4900平方メートルの広がりを持つ平坦な侵食面です。その表面には縦横によく見るとその方向に規則性があり、ちょっと畳を敷いたような形をして、へえ。まあ戦場時期っていうのはね、まあ、4900平方メートルの広がりを持って平坦なんだけど侵食してる面なんですって。でそのね、あの無数の亀裂が入ってて、これを摂理っていうんですけど、そのね規則性があってちょうど畳を敷いたような形をしているというね、元から戦場時期というふうに言われているということでした。はい、ノジュール段階。戦場時期でまず目につくのはノジュールと呼ばれる腰掛け状の丸い岩です。これは貝殻に含まれている、ね、炭酸カルシウムなどが溶け出して化石などに集まり、砂岩層中に硬い部分を形成すると、その後硬い部分の周囲が波で侵食されて、ね、丸い岩として顔を出してきた。へえ、自然ってすごいね。それでできるんですね。うわー、なんか変な虫がいる。虫なのか。うわ、やば。うわ、やばいな。戦場時期の最高峰、馬の背。わ、ここなんかすげえ変な虫いっぱいいるもん。なんだこれ。やば。ゴキブリじゃないけど、なんかこんなのがいる。やば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 。すごいわ。ちょっとね、これはね、虫がいるからね、早めに行こう。これは、怖い怖い。なんか昔の、なんつうの、変な虫がいる。変な虫が。クジラとフナクイムシだって。へぇー。でもさ、こういう地層面があれなんだね、多分ね。こんな感じです。え、これさ、そんないっぱい見るところあるの。畳ヶ浦入り口。天然の博物館と言われていると。ああ、これ3、4ね。これ5、6馬の関の恋は、木の恋は、クジラの顎骨の化石、メガネ足。じゃあここら辺まで行きますかね。ちょっとはい、ってことでとりあえず結構広そうですね、うん、ちょっと見ていきたいと思います。海です。砂浜。はいはいはい、はい、すごいよ。これはすごいね。あっちに見えるのがね、岩があってね。ただね、あのトンネルの中変な虫がいた。虫なのかな、あれ。なんかね、昔のなんか変な虫いました。
ちょっとさすがに動画には撮んなかったけど、映ってるかな、映ってたりして、ちょっと気持ち悪いか、あれです。これがあれですね、多分その石畳と言われている岩とかがあるんでしょう。ちょっと見に行きましょう。これ硬いよ。これですね、多分ね、こういうところのことを岩畳というのでしょう、おそらく。釣りしてる人がいる。いや、これはでもさ、壮大ですね。じゃあ壮大、こんな感じ。ちょっと長く回してるとあれだから、ちょっと、あ、これじゃない、こういうのじゃない、こういうのがそのね、昔のその地層でできた。うわ、魚が泳いでる。メダカ？わかんないけど。あ、これがあれじゃないですか。もしかしたら。丸い化石。というのが化石です。あ、すごい。不思議な形してる。ねえ。こんなです。こういう感じです。ちょっと。すごいですね。岩がゴツゴツしてます、ね、こういう、ね、ところすごいね。いろんな生物がいらっしゃいます。で、これがあれなのかな、断層ってやつなのかな、まあ、間違ってたらすいません。もうね、地図のさ、あれを見ながらさ見てるんだけどね、広すぎてね、わからんのだよ本当に。お、すごい、水が透き通ってます。すごいね。これがね、多分断層と言われているところだと思います。とりあえず中腹ぐらいまでね、今来てると思うんですけど、本当色が不思議な岩があったりとかね、ゴツゴツしてるね、この下の地形のところが、ね、で、これハート型のね、なんかあるっていう風に書いてあるんだけど、どこにあるんだろうね、全然わからない。うわ、なんか虫というか、なんかうじゃうじゃいるよ。ほら、すごー。ちょっと行きますか、本当にこっちで合ってんのかな。よいしょ、ちょっと行ってみましょう。いいです。なんかね、不思議な形をした岩がいっぱいあります。多分ね、こういう細いところがマグマがね入ってきた道なんだと思います。こうやって無数にね入ってきてるんです。こうやって形がいびつなものがいっぱいあります。ここになるとまたちょっと色が変わりました、ね、ただね、ここね来る時ね、本当虫が苦手っていうか、なんか変な生き物がいっぱいいるからさ、ちょっとあれだね、すごいよ本当に。なんか今まで見たことのないような虫がいっぱいいます。はい、わ、すごいすごい、まあ、こんな感じで来ましたね。え、面白い形してる。すごいよこれさ、本当に化石が眠ってるっつってるからさ、本当に眠ってんだろうねこれね、いろんなとこに。てか俺こっちまで来たけどさ、ないじゃん橋。ないよ、どこにあるの。俺は見つけられなかったよ橋。いやー、橋
端まで来ちゃいましたね。ここで合ってんのかな、本当に。こんな感じですね。よいしょ。よいしょ。はい、こんな感じでした。あ、あれだ、橋。ありました。行ってみますか。よいしょ。よいしょ。じゃあ、橋のところ行きます。すごい不思議な洞窟。はい、ということで、こっちに行くと、メガネ岩があります。どうです。うわ、すげえ。イナゴみたいな虫というか、すごいいっぱいいますね。こんな感じで。こんな感じです。来ました。通行注意。ここの中身はこんな感じです。一番奥まで来ました。こんな感じです。すごいね。岩がごちごちしてて、ね、水も綺麗です、ね。こんな感じでした。眺めは最高です。すごい亀裂が入って、岩ですね。こんな感じです。まあこんな感じのところでした。岩畳はこんな感じです。はいはい、ということでね、見ていきました。岩畳でした。こんな感じです。島根県で唯一の香り風景百選指定地なんですね。石畳、石見畳ヶ浦です。はい、ということで石見畳ヶ浦行ってきました。いやー、感想としてはですね、まあすごいね、岩がゴツゴツしてて、今までね、見ることのないような絶景っていうのかな、まあ、絶景っていうよりかはどちらかというと、なんかすごいね、壮大な、景色を見ることができました。まあやっぱ一番最初にトンネルを抜けて見た瞬間のあの景色、あれがやっぱすごかったですね。うん。あとはね、中の洞窟の中とかにはね、なんか変な、昔の虫っていうのかな、なんかね、本当にゲジゲジのようなね、変な虫とかいたんですけど、あれ名前はよくわかんないですけどね。まああれはちょっと小林的にはね、虫が嫌いなんであれなんですけど、もう海の方のね、あそこの岩場とかにもすんごいいっぱいいて、あれはちょっとね、どうかなーっていう感じは個人的にはしましたけど、ただ奥の方まで行ってね、見た岩場、あれはすごかったっす。ぜひね、島根の、石見畳ヶ浦、ぜひね、皆さんもね、興味があったら行ってみてください。ってな感じでね、出雲大社の方に向けて向かいたいと思いまーす。はい、ということでキララタギ、ね、道の駅に来ました。見てください、めっちゃおしゃれな道の駅です、ね、
じゃあちょっと散策してみましょう。このね、島根に来てからめっちゃあの風力発電かな、あれがめっちゃ回ってます。面白い。あ、やっぱ海鮮ですね、島根はね。海鮮丼。あ、なるほどね。あ、天丼ね、美味しそう。だけど今日はね、僕はそばを食べに行くんで、今日はそばの日なんで、海鮮は昨日食べたんでね、食べませんけど、海鮮も有名です。おー、すごい。ここはね、休憩ルームになってますね。あ、ここね、夕日がすごい綺麗に見えるんだろうね、多分ね。で、これすごいです、超綺麗。こういうね、ところに、ね、こう座っちゃったりなんかしちゃったりしてね、キララベーカー、座っちゃったり、座るとこんな眺めです。綺麗だね、本当に。で、また波の音が最高じゃない。お、イルカさん、かわいいね。で、このね、東沈み聖地出雲ね、こんな感じ。おっ、キララトギ、こんなのがあるんだね。ちょっと見てみましょうよ。どこにあるんだろうね。あ、あれかな、キララ。あっちだね。あっちちょっと行ってみようか、じゃあ。すごい、いい眺めです。じゃあちょっと一回写真を撮りますね。ちょっと砂浜にね、降りれるみたいなんで、ちょっと降りてみましょうかね。行ってみましょう。これはすごいよ。砂も白くて綺麗だし、最高じゃないですか。めっちゃいいね。いやー、キララ大義、ね、道の駅です。こう、この道の駅ね、すごいこう、なんだ、有名なのかな。そう、ちょっと調べよう。うわ、砂がまた白いよ。見て、この綺麗な砂ね。え、よいしょ。ね、このキララ大義のね、道の駅はね、海への階段を降りると、そこにはコバルトブルーの海が広く、キララビーチね、キラキラした景色が広がる海でのね、海水浴とグルメを食べましょうというね、まあ、有名なポジションになっておりますね、スポットですね。見てください、これ。うわ、波の音がまたいい音だ、本当にね。これがね、コバルトブルーなんです、波の色が。見てください、この海、そして風車ね。はい、ということで、ちょっと海に行ってからね、登ってきました。あ、これですね、インスタ映えスポット、キララ大義のね、ポイントになってます。見てください、なんかここに人形さんがいる、かわいい。はい、ということで、
本日は一宿温泉でですね、お風呂に入りました。じゃあ今はもうお昼の時間なんで、今からご飯を食べに行きたいと思います。出雲大社来ました。半端な、やばー、めっちゃでかいです。やばいね。まあちょっとね、最初にこっちじゃなくてご飯食べに行きます。はい、ということでこちらでご飯を食べたいと思います。はい、ということでご飯が来ました。グミとご飯です。岩のりそばです。早速いただきたいと思います。お待ちいただけますか。はい、ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。はい、ということで奥に茶屋でそば食べました。めっちゃコシがあって美味しかったですね。あと海苔が磯の香りがしてめちゃくちゃ美味しかったです。ぜひ皆さんも島根の出雲大社に行った時は前の奥に茶屋でそばを食べてみてはいかがでしょうか。では次はですね、白玉ぜんざいを食べに行きたいと思います。はい、ということで次はぜんざい餅を食べに行きたいと思います。こちら食べてみたいと思います。ここだ。珍しいですね。ここのお店だと、ここのお店だと何が一番おすすめですか。あ、そうですね、おすすめなんですけどね、こちら出雲ぜんざいが定番のものになってまして、はい、こちらも地元の抹茶で、はい、はい、こちらのまこもも島根のものなんですけど、みんな小豆も出雲でして、あ、そうなんだ。美味しいですよ。なるほどね、どうしようかな。マコモぜんざいって何ですか。マコモタケってやつなんですか、これは。そうですね、マコモタケですね。ありがとうございます。甘いんですか、これって。あ、ちょっと青みがあるんですけど、豆乳と混ぜてるので、はい、青みも和らいでて、真ん中に小豆が入ってくるのですごく食べやすいですよ。あ、なるほど。はい、あ、いいですか。ありがとうございます。出雲ぜんざい、はい、温かい方でかしこまりました。1200円お願いいたします。はい、ということでマコモ全然到着です。すごい、これがね、薬草で体にもいいみたいです。あとね、全然餅もついてきて、ウサギムクジ、見てください、こんな可愛いおムクジまでついてきました。いただきます。ぜんざい餅もついてきました。はい、ということで白玉ぜんざいです。美味しそうです。いただきます。はい、ということでついに来ました、出雲大社です。めちゃくちゃすごい。今からね、中入っていきます。
はい、ということで中に入っていきたいと思います。すごい、目の前が全く見えないぐらい長く長く続いてます。道がこれはすごいですね。いやー、これはすごいわ。もうね、ずっと一直線ですよ。はい、こんな感じの、まあ参道がねずっと続いて中に行くみたいです。ちょっとあそこにこれはどなたなんでしょう。行ってみましょう。はい、こちら銅像があります。ちょっと戻ります。誰だか分かりません。はい、ということで後で調べてきます。これは分かんないけど、多分ここの公園のなんかなんだと思います。すごーい。じゃあちょっとね、中に入っていく。ほんまや、これも閉めた、閉めた。いやー、わかんない。すごいですね。ずっとまっすぐね伸びてます。まっすぐな道、園内もすごい、ね、森もなんだろうね、置物もなんだ、湖もあったりとか、すごいしてます。すごいですね。水も、あ、ここは通らないでくださいって書いてますね。左右を取っていきたいと思います。これはすごい。パワーを感じます、じゃあとりあえず出雲大社のウサギたち、なんか、あ、ウサギがいる。ちょっとウサギを見に行きますか。出雲大社のウサギたち、ね、え、これ出雲大社のさ、あれだね、説明をしてあげた方がいいね。これね、出雲大社って縁結びの神様、大国主の大神で有名な出雲大社なんですよね。で、毎年ね、神在月の頃になると日本各地の神々が出雲大社に集まり、男女の縁だけでなくその他のいろいろな縁を結ぶカムばかりを行うそうです。そのため出雲地方では神むずきのことを神ゆずきと言います。毎年多くの、ね、参拝者が訪れ、縁結びの地として人気のスポットと言われています。ここ後でやった方がいいな。お、かわいい、うさぎさんたちがいます。ほら、うさぎさんたちがいますね。え、こんな感じです。はい、ということで稲葉の白うさぎです、ね。はい、ということで到着しました。出雲大社です。すごいです、じゃあお参りしていきたいと思います。はい、ということで出雲大社お参りしてきました。すごいね、壮大なあの敷地内とね、あとウサギちゃんがいっぱいいましてですね、すごい可愛いね。
感じでした。まあまあ、出雲大社といえばね、縁結びの神様でね、大国主の狼で有名な出雲大社です ね。もう本当にね、男女だけじゃなくていろんな縁を結ぶっていうね、神社みたいなんで、もし皆さんも機会があれば出雲大社ぜひ来てみてくださいってな感じで、次はまた島根を散策しに行きたいと思います。またね。はい、ということで出雲大社のね、散策終わりました。まあお昼ご飯はですね、あの岩のりのそばを食べて、その後はぜんざいを食べて出雲大社行ってきました。まあまずね、お昼ご飯のね、岩のりのね、そば、もうそばがコシがあってめちゃくちゃ美味しかったっすね。うんね、あとは岩のりがね、本当に海のなんだろうな、匂い、うん、すごいね、磯っていうのかな、うん、の匂いがしてね、美味しかったですね。あとぜんざいもですね、2種類食べましたけど、その一番最初のやつはよもぎのね、お団子みたいな感じの、うん、冷たいのいただきましたけど美味しくてね、その後はぜんざいをいただいてね、温かいやつ食べましたけど、どっちも美味しかったっすね。ぜひね、皆さんも出雲大社の近く来た時はね、食べてみてもらいたいなと思います。で、出雲大社もね、やっぱり縄、あれがすごいっすね。うん、まあ本当に出雲大社なんてね、なかなか来る機会っていうのもね、ないですけど、今回来れて本当良かったなぁと思いました。まあね、次はちょっとまだ島根も続くんでね、散策していきたいと思います。ではまた。はい、ってことでこちらがですね、宍道湖ふれあいパークに来ました。じゃあ早速行ってみましょう。でこれね、宍道湖って約1万年前に形成されたと言われているね、湖になるんですけど、東西で約17キロ、北と南で約6キロ、周囲47キロメートルをね、ある、ね、湖っていうんですかね、なっているということです。ちょっと見てみましょう。でさらにね、ここがですね、夕日が沈む時にめちゃくちゃ綺麗だということです。こんな感じです。はい、ということで八重垣神社にやってきました。島根県松江市にある神社です。こちらね、奥の方に鏡の池があるみたいなんで、ちょっと行きたいと思います。これですね。すごい、まあ、このね、奥の方に進んでいくとあるみたいなんで行ってきます。この森の中にあるみたいです。行ってみましょう。おお、すごい、ここまで来ると神秘ふうふふうふすぎなんだろう、これはの感じですね。で、こっちに奥行くと鏡の池ということで、行ってみましょう。ちょっとね、漢字が読めない、難しすぎるよ、ね、本当に。おお、ご神木がありますね。すごいパワーが感じますね。はい、ということで、ここまでやってきました。これですね。
カルの池、縁結び裏の池ということで、近くで。